What's up everybody? りょうすけっす。はあ、疲れた。今ね、5000キロのアメリカの、大陸横断ロードバイクということで挑戦してるとこなんやけど、今どこにいるかというと、ついにですね、アメリカはテキサス州に入ってきました。やった、テキサス。カリフォルニア、ロサンゼルスから始まってだいぶ来たよ。だいたい1500キロぐらいかな。ついに来ました。ここはね、テキサス州のエルパソという場所なんやけど、まあ、結構都会な場所ではあるんやけど、ちょっと今田舎な場所に来てて、まあ、理由はあって、実はね、今日はいろんなつながりでね、見てくださってる視聴者さんがこの辺に住まれてるということで、今日は泊めていただくという感じになってる。あとはね、美味しいご飯にも連れてっていただけるということで、まあ、ちょっとテキサスのね、名物みたいなものも紹介できたらなと思います。こんなバイクで、ようやく荷物を積んで、ようやくたどり着いたんで、今日は久しぶりに贅沢をさせてもらいたいなと思います。ということで、今日の動画もお楽しみに。それじゃあ、レッツゴー。では早速行きたいんやけど、その前にね、前回の動画がね、ツーソンという場所で野宿をしてからだいぶ距離離れてるんで、だいたい570キロぐらいかな、離れてるんで、まあ、どういう道のりやったのかっていうのをまず軽く紹介できたらと思うんで、どうぞ。はあ、休憩にコーヒーはありがたいな。そこら中にあるんで、しかも200円ぐらい。ハンバーガーも202つでね、300円とか、ホットドッグとかもね、まあ、これはアメリカのコンビニどこでもある、はい、田舎道を走って小さな町があったら、スーパーとか見つけたら泊まって、こういうとこで食料を食べます。安全な場所でね。今日はね、スパゲティ食べます。味付けはお茶漬けの素と、日本から持ってきた大好きなつゆ。完璧。オルト。出来上がった。ちょっと細めのスパゲティ、シンプルにこれを最強お茶漬け、塩コショウ。これで勝ちやろ。うん、うん、うまい。エネルギーや。ごちでした。ではまた出発してきます。また次のとこで。気持ちいいなこれ、見て。うう、こういう道を来とるよ。ちょっと雨雲が近づいたりもしてるけど、大丈夫やな。気持ちいい。いやー、こんな贅沢な道あるかね。気持ちよすぎんこれ。はあ、バイク止めてゆっくりしたいなここで。おお、どこまでも続くなこの道は。休憩でスタバ入りました。美味しい、このハンバーグ食べてなかった。美味しそう、このハンバーグ。うん、うん、うまっ。いやー、風が強い、寒い。まだまだ続きますなこれ。さっきはこっちから来て、もうちょっとでテキサス州に入れるぞ。ここがね、ラスクルーセスという町で、今日の目的地エルパソまでね、もうちょっと、あと3時間ぐらいということで、昼飯サブウェイ行きます。アメリカの。
味しそうです。でかすぎる。見て、でかコーラ炭酸とか欲しくなるよな、疲れると。でか、日本より明らかにでかいと思う。でか、はい、で、何を頼んだかというと、やっぱりね、照り焼きね。ほら、うわー、めちゃめちゃ具材を入れてもらって、照り焼きにキャベツにレタスにトマトに、あとね、ドレッシングもつけれて、ハニーマスタードつけてみた。これでじゃあ、いただきます。うん、うわ、めっちゃうまい。日本から持ってきた飯、予算浮かしとるけど、やっぱ普通に外で食うのうまいな、新鮮で。このチキンが美味しいわ、照り焼きので。ちょっと贅沢にね、アボカドも入れたから、それでプラス料金になってめちゃめちゃ高かった。この飲み物とこれと若漏れプラス料金で2300円しました。めっちゃ高い。ペロリでした。ごちそうさまでした。そろそろテキサスに入るぜ。テキサス来ました。ウェルカムトゥテキサス。はい、テキサス入ったよ。もう少しでエルパソや。はい、ということで1日約250キロぐらいかけて、もう猛烈に走ってきたんで、早速行ってみたいと思います。ここにやってきました。どうも、カトルマンズステーキハウス。あ、ご招待いただきました、ありがとうございます。久しぶりにワックスつけました。いいですか、いただいて。あ、じゃあ、はい、ありがとうございます。ちょっとご紹介させていただいていいですか。はい、ご招待いただきました森さんご夫婦です。はい、ありがとうございます。はい、ではありがたくビールいただきます。乾杯。ゆみちくん乾杯。乾杯。森さんご夫婦曰く一番エルパソに来て美味しかったという有名店なので、もう一回店名言っとこうかな。カトルマンズステーキハウス、すごい評価なんで。ちなみに吉見さん、ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、アメリカ生活、今ね、吉見さんは5年目ということで、はい、このアメリカに来て良かったことと悪かったこと、一つずつ挙げるとしたら何かですか。なんですかね、まあ、やっぱ良かったことはアメリカ旅行がいろいろできたことじゃないですかね。確かに、グランドキャニオン、おお、確かに、下まで行って。あ、そうなんですか。へえ、そういう得難い経験ができたのが一番かな。悪かったのは何ですかね。なんかぶっちゃけ住むと保険の問題とか、なんかいろいろ会社なんであったりしてね、そういう部分の不安とか出産とか、そういうなんか生活面においては、そういう点で言うとやっぱ多分病院が適当なんじゃないかみたいな。やっぱそうなんですね。よく聞きますけど、本当に見たんかみたいな。はいはいはい。なんか普通はその保険ってアメリカめっちゃ高いじゃないですか。あ、そうです。その日本みたいに簡単にね、病院行って安くてとかじゃなくて、レントゲン取っただけで、もし保険なかったら10万とかかかるじゃないですか。でもまあ会社が保険入ってるんですから、その面については問題ないです。でも吉見さんも今もう5年目ですけど、5年もいらっしゃるつもりはなかったというか、もともと駐在の方なので、何年いるかわからない中で5年になったんです。そうです。まあでも楽しくやってるんで。だから今から日本にすぐ帰れって言われるよりも、もうちょっといたいなみたいな感じですよね。やっぱアメリカって魅力的な。物価はでもやっぱ高いんですか。物価高いですね。
ね。でも実際アメリカってこうまとめ買いとかむっちゃできるじゃないですか。あ、そうですね。その日本食を食べようとすると、うん、アジアスーパーとか行って買ったら高いですね。自炊のそのそっか買うものがそうですね。そうですよね。あとはそのどんくらいなんかオーガニックを買うのか、もう本当に安いやつを買ってもういいのかっていう。やっぱそういうのこう気にしてくるんですね。そうですね。そうなんですか。結果的にやっぱりアメリカに住んでる方が生活費全面はちょっとかかるかなみたいな。生活費は当然やっぱりかかると思いますね。そうそう、こっちでご出産もされたということでね、今正面に、俺の正面にはかわいいかわいい道隆くんがいるんでね。みーちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。バイバイ。すごいですよね。だからこっちでご出産もされて、ご妊娠中もこっちで過ごされたっていう感じなんで、はい、どうでしたか実際、はい、こっちでの妊娠生活とご 出産もだからアメリカの病院で、あ、そうです、ね、全部英語で、全部英語に。それ不安じゃなかったですか。やっぱりあの不安な部分もありましたね。日本で出産を経験してないので、日本とのまず違いがちょっとわからなかったんですけども、はいはい、あの最近その帰省をしまして、うん、で日本との違いを知って、あ、アメリカはすごい適当だったんだって今。あ、そうなんですか。その出産に関しても結構。そうですね、あの妊婦健診であったり、はい、その後の産後のケアとかもですね、結構あの適当なところがあります、ね、例えばなんですけど、その妊婦健診であの、まあ、最初妊娠したかどうかをあのはあの、まあ、すぐやってくれたんですけど、はい、こっちでは病院にかかるっていうよりもそのドクターにかかるようなイメージがあるんですけ ど、あのインターネットで調べて、はい、でここの産婦人科に暴れてる、ね、産婦人科に行こうということで予約していったら、はいはい、当日あのその先生は辞めました。そんなことあるんですか。ネットで予約していったんですけど、その先生わざわざもう先月辞めたよって言われたんです、予約できんなよって感じですか。そうですね。実際その出産された時の費用って日本と比べてどうなんですか。いや結局なんかその保険後のでいうとそんなに変わんなかった、はい、保険前だったら当然高いんだったんですけど、やっぱりどの保険に入られてるかによって変わってくると思いますね、うん、出産帝王切開とかになるとものすごい金額が高額になってくるので。カーボーイよ、カーボーイ、はい、すごい、うわカーボーイ、うわーでかー、カーボーイでけー、これ見て、あらカウボーイ。じゃあ、あ、待って、あ、これバケット、あ、これポテトなんですね。あ、そうです。バレーかどうか。ポテトってまんまポテトなの？なんかこう潰してるんかと思ったらまんまなんですね。まんまですね。すごい、これがこの店名物のカウボーイ。ティーボーンステーキですか。そうですね。うわ、これでね、2.16 ポンド。と出そうなんで、まあ、約1キロステーキと。すげえ、すごい、これ T ボーン、やっぱテキサスといえばステーキですからね。あ、しかもこの、なのこの店なんと CNN とかでステーキの名店として取り上げられてるそうで、なんとですね全米で第7位のお店だそうです。でもね、とんでもないぐらいのステーキ店があるんで、7位ってすごいよ。ちょっと微妙やと思ったよ。1キロってすごいな。日本でなかなかないサイズ。いただきます。これタレとかもかかってるんですね。はい、そうで味ついてます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。あら、うまいっすね、これ。うお、ボリュームが。肉厚ってこれ見てこれ、うん、これ柔らかい、ほらすごくないこれ。え、普段これぐらい食います？っていうか普通にでかいっすね。でかいっすね。え、てかもう普通にカウガールもでかい、カウガールもでかいっすね、はい、この前はカウボーイ食べました。
え、カウガールは何ですか？ティーボーン。ティーボーンで、ここの部分だけちっちゃいって言うんですか。あ、なるほど。サイズ感的にはこれが一番大きいけど、ね、はい、これでもだいぶありますね。十分大きいですね。 500g 以上ありますよね。多分あると思いますね。で、いつも食べるんですか？食べます、ね、すげえな。それがテキサス。いただきます。うん、ちなみにこのセットでおいくらですか？60ドル。突然なんかちょっと申し訳なくなってくる。これで7700円ですか？そうですね。いいですか、こんな日本円で考えるとそういうことなんですね。すげえ。このマッシュポテトも How is everything so far? Great. Great. Okay. これ見てほら、すごいな。ありがたくいただきます。そうなの。最初入ってこられた感じね。場所によるんでしょうけど、まあアメリカでエルパス結果って言って、ヒカリさんがそこ行きたいってなってくる。そうですね、はい、実際あのやっぱバックパッカーとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。テキサスのティーになっている。ごちそうさまでした。ということで、ミスさんご夫妻に最後に連れてきていただきました。すごー、これがエルパソから見える夜景です。こっち側がメキシコなんよね。シューダードファレスという方で、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。森さんご夫婦、ヨシさんとヒカリさん、みちくん、ありがとうございました。気をつけてください。ありがとうございます。それでは行ってきます。ありがとうございます。いやー、ということで森さんご夫婦、改めてヨシさん、ヒカリさん、そしてみちくん、改めてありがとうございました。最高の滞在、お二人の雰囲気の良さ、そしてとんでもないぐらい美味しかった夕食のステーキ、本当に数々テキサスの感じを味わわせてもらってありがとうございました。本当に最高でした。必ずまたアメリカか、そして日本に戻られる際には恩返しさせてください。で、そして最後ね、朝ごはんもいただいてしプラス、食料も補給いただいて、カレーとかね、もうなんかサキイカとか日本の缶詰とかもたくさんいただいて、本当に感謝感激です。ここからの食事に使わせていただきます。本当にこうやっていろんな方の助けのおかげで旅を続けることができてるんで本当にありがたい。必ずね、応援してくださってる皆さんの期待を背にね、ゴールまで突っ走っていくんで楽しみにしておいてください。まだまだゴールまでね3000キロ以上あるけど、次の大きな町オースティンという町に向けてね、今日から出発していきます。そこの町も最高なんやけど900キロぐらいあるんで、また頑張っていきたいと思います。多分動画的にはもうね、ただ走るだけなんで、次はオースティンという街でお会いすることになると思いますが、楽しみにみんな応援しておいてください。ということで、今日も動画見てくれてありがとう。そしていつも応援してくださってる皆さん、ありがとうございます。概要欄にね、俺たちのアパレルブランド、それからヤミーという食に関する新しい健康のサービスを始めたので、ぜひね概要欄のサイトを見てみてください。じゃあ、ここから突っ走っていくぜ。テキサスよろしく。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。 See ya! バイバーイ。